はい、どうもです。の遊びチャンネルのコーチです。ご無沙汰しております。今日はね、ランタンですね。ランタンの、方をちょっとご紹介していこうと思います。こちらですね。こちら僕が愛用しているベイパーラックスの、こちらのモデルはE41S っていうモデルです。でちょっとね、僕これ、カスタムの方をしてるんですよ。どういうカスタムしてるかでちょっとお待ちくださいね。角度変えますね。よいしょ。もう顔映っても映らなくてもいいんでね。これがどういうあのカスタムをしているかっていうと、よいしょ。今これマントルついてない状態なんですけど、ここのね、これわかりますかね。このプレヒートの、プレート、これがもともとあの、M320 とかのと同じように、カップ式やったんですよ。で、このね、E41 カップ式やったら、ちょっと見た目がしょぼくなるんですよね。これ今、M320 のプレヒート用のカップですね。カップを取ってきたんですけど、もともとはこれがこういう風についてる状態なんですよ。ほんならやっぱりね、これ中の下まで見えるし、あんまり見栄えがかっこよくないんで、これをメーカーさんにちょっと言うて、こちらを送ってもらいました。これ何のやつやったかな。もう一個のタイプの、3なんかについてるやつなんですよ。で、これをつけると、よいしょ、このように、ね、下、見えなくなるんですよね。で、これがやっぱ僕いいなと思って、これを頼みました。で、もうね、ちょっとやっぱり、ランタンの方も、なかなかメンテナンスしてなかったんで、ちょっとメンテナンスをして、まあね、あんまりこう、なんていうんですか、磨き上げるのは僕好きじゃないので、もう軽く拭くだけ。で、マントルがね、やっと、まあちょっと潰れてしまってて、マントルがやっと入ってきたんで、今日はこのマントルをつけていこうと思います。純正のね、ベイパーラックスのマントルです。ちょっと角度変えます。よいしょ。ちょっと光量上げましょうか。これで手元明るくなるかな。でね、ベーパーラックスは両切りですね。両切りのマントルです。こっちが大きく開いたんでね、こっち側から入れていきますね。よいしょ。
次はね下の方、今はめていこうと思います。はい、このようにね、マントルの方今つきましたんで、あとはちょっとねこれを揃えていきたいと思います。はい、このような形でマントルがセットできたんで、ね、ちょっと時間ある時に空焼きをしていこうと思います。はい、僕はね、このベーパーラックスを使っているんですけども、皆さんは、どこのメーカーのランタンをお使いでしょうか。またね、そのあたりもコメント欄とかで書いていただければ、
ありがたいですね。皆さんのランタン教えてください。それではね、最後までご視聴ありがとうございます。まだチャンネル登録されてない方、チャンネル登録よろしくお願いします。でまたね、コメント元気いつもいただいてます。作品撮る励みにもなります。皆さんのコメントお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。